は切り、観音本堂、後ろ屋根の上の前後にいる、極楽の家料瓶が境内切れ、は寺は、徳島県阿波市市場町切りはにある高野山、新温州の寺院。四国八十八カ所霊場の第十番札所、徳道山観上院と号する。本尊は、千樹観世音菩薩。自伝によれば、修行中の空海が、着物がほころびた僧意を繕うためは折りの娘に、 次布を求めたところ、娘は折りかけの布を、おしげもなく切り裂いて差し出した。これに感激した空海が、娘の願いを聞くと、父母の供養のため、千獣観音を掘ってほしいとのことで、あった。そこで、その場で、千獣観世音菩薩像を刻んで娘を得度させ、感情を授けたところ、娘はたちまち七色の光を放ち、促進成仏して、千獣観音の姿になったという。 空海はこのことを佐賀天皇に伝えたところ、直眼によって道を混流空海の掘った千珠観音を南向きに、娘が促進成仏した千珠観音を北向きに安置し、本尊として回帰したという。三号や二号は、旗折り娘の故事にちなんでいる。伝統行事の一つとして、毎年春分の日と秋分の日に、先祖の戒名などを競技に書き、 清水をかけて流して供養する、競技流しを行っている。三門を抜けると駐車場があり。その右上の段に、八大竜王道、まっすぐ三道を進むと三百三十三段の石段が始まる。九十九段上がると、競技場があり、さらに残りの女役坂、男役坂を登り切ると、本堂のある境内に到達する。右手に長津場、その後ろに首廊がある。 正面奥に本堂があり、その右に畑切り、観音像が建てられている。本堂手前の右側には、大志堂が左側の石段を少し上がれば、不動堂があり、さらに石段を登ると大塔がある。その高台からは、吉野川が流れる平地や、第12番焼山寺のある山々を望むことができる。農協所は、長津場の向かい側にある。なお、 三門の脇の駐車場からさらに上に駐車場があるが、急坂なので、普通車までで覚悟して上がるように。王道八祖大師八祖大師本堂の左の石段を登ったところにある重要文化財の王道からさらに奥に進むと道があり、新言宗八祖の肖像画が掲げられていて、内部には八祖の仏像が祀られている。なお、農協と見かの授与は、 霧リ寺農協所にて実施している。犬墓大指導兼母大指導四国88、霊場改編、千夏経典2006年、P169、霧リハ寺応答説明版より現地案内の、石碑より、ありがとうございます。